おい、スタッフさん、何してんの、閉じこもって。ん、なんか隠してんな。ちゃいちゃん、スタッフさん、なんか隠してる。いや、何隠してるかわかんない。これ確実になんか隠してるよ。何隠してんだ、スタッフさん。エロ本だな。ちゃいちゃん、別に問題なかった。同じ男として見張っといてあげるよ。さっと見な。付録開かないな。あ、落とした。おお、すごいの見てるな。スタッフさん、男好きなの？うわ、見てらんない。スタッフさん、見終わった？うわ、何冊も持ってるんだな、レオンってやつ。スタッフさん、そっちだと思わなかったのにな。一緒に渋谷でナンパしてたことをさ、懐かしく思うよ。あ、それも片付けて。ほら、早く片付けて。何をやってるのかな。あ、来た。いや、別に。あ、男同士でエロっぽん見てんじゃないの。なわけないよ。あら、怪しい。チャイのセクシーなら家族割り聞かしちゃう。入場料だけだからね。腹筋つった。ああ、うん、スタッフさん。やだ、スタッフさん、チャイのセクシーを窓越しに。テープスタート。それでは、まずは足先をメロンメロンセクシー。もしこのお話が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくだよね。わーい。わー。Bye.